皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試面接対策面接の話し方について学んでいきましょう前回面接の話し方には型があるとお話ししましたそれが副理の法則です F 副称 K 結論 R 理由 I 以上この頭文字を取って 副理の法則と言うんですでは具体的に内容を見ていきましょう副症とは何かこれは質問を繰り返すことオウム返しすることこれを副症と言うんですまず質問を繰り返す前に「はい」と元気よく返事をすることも忘れないでくださいね次に結論です 最初に言いたいことを持ってくるこれが面接の話し方の極意になります私はこれを結論をファーストと言っているんですけれども最後まで何を言いたいのか聞かないとわからない話し方これは面接では NG です一番最初に最も言いたいことを持ってくるぜひこれを実践してください結論を述べたら次に理由がきます ただ結論だけを述べても説得力がありませんよねその結論に説得力を持たせるために理由を言うんですこの理由の伝え方「なぜなら」であったり「その理由は」といった形で始めていきますこの「なぜなら」「その理由は」の後には必ず「何々だから」ですとこう表現を注意してくださいちなみに理由は3つあると 最も説得力が高いと言われていますぜひ理由は3つありますこのフレーズが言えるように想定内の質問を考えていきましょう複利の法則の最後以上になりますこれは話が終わりましたよというサインです以上ですと言えば相手は分かりやすくあ今これで話が終わったんだなということで次の話に持っていくことができるんです ちなみにこの「以上です」というのは話が極端に長くなってしまった場合や極端に短くなってしまった場合そうした時につけるとすっきりして有効なんです必ずつける必要はないということで臨機応変に使い分けてほしいと思います。では実際に例を見ていきましょう。基本的な質問です。あなたの長所は何ですか このように面接で質問された場合、福利の法則ではこう答えていきます。はい、私の長所は人を巻き込むリーダーシップ能力です。その理由は首相として野球部を甲子園ベスト8に導いたからです。以上です。この福利、この4つきちんと使われていますね。はいと元気に返事をしたら、 私の長所はと復唱していますその後すぐに人を巻き込むリーダーシップ能力結論がきちんと述べられていますその理由はということを言ったら最後からという表現も好表現も使われていますねで最後きちんと以上ですと締めると非常に簡潔な回答になっていますさて副利の法則をご紹介していきましたが 少しこの回答を短いんじゃないかと感じた人もいるかもしれません実際面接では30秒程度の細かいやり取りを繰り返すこれが理想的なんですよく会話のキャッチボールという言葉を聞いたりすると思いますが逆に話が一方的に長くなりすぎてしまって会話のドッジボールになってしまっている人がいますこれは要注意です 一回の会話で少し内容が足りないかなと思っても、面接官がその後に質問をしてくれるので大丈夫です。このようにして細かい会話をキャッチボールしていく。これが面接の理想的な形だということを覚えておいてください。今回は以上になります。とても大切なことなので、福利の法則きちんと復習しておいてくださいね。では、コスンでした。